頑張ってください。それでは続いての話題です。19日日曜日、船橋市夏見公民館でインドと日本の文化をアートで交流するインド音楽と映画上映が開催されました。インドにも2013年の12月、このイベントはインターネットやスマートフォンなど情報があふれる現代にあたって、人と人とのつながりの重要性を見直し、インドと日本における伝統音楽、舞踊の共演などを通じて世界をつなぐアートを表現するもので、3名の女性が中心となりこの日を迎えました。現代風にアレンジしているっていうのがインディアンフォークバンドになります。はい、こんにちは。今日は世界をアートでつなぎます。日本の子どもたちとインドの子どもたちが心でつながって、世界を平和にするということをテーマに講演をしたいと思っています。会場では来場者を前に、インドの貧困層の子どもたちが送る生活、彼らの才能を育てるアートキャンプの活動を解説し幕を開けます。続いてゲストとして登場したインディアンフォークバンドが、現在のインドでは演奏される機会が少なくなったという伝統楽器を使った民族音楽を披露。迫力あるジャンベの音とともにボルテージは上がり、会場が一体となります。一方、日本からは市川市を中心に舞踊が好きな人が集まってできたチーム、市川ラグブレンがよさこいソーランを披露。インディアンフォークバンドの演奏も加わり、会場はさらに盛り上がりを見せました。私が2013年の12月にインドに行きまして、ストリートチルドレンの子どもたちやその活動を支援するアーティスト、そして日本の福島の原発事故を体験した、ご家族と一緒にインドに行って大きな絵を描いて交流をしたことがきっかけです。例えばインドと日本では言葉も違うんですけれども、そこで音楽やリズムやダンスやアートがあると同じ空間で、同じ時間を楽しんで楽しめる。そうすると、様々なボーダーを越えていけるということがあります。優しい気持ちをインドから来てくれた仲間を受け入れることで、みんなでそういった場を作れたらいいなと思いました。イベント後半は日本インドのコラボレーションとして子どもたちの絵が披露されます。原爆の子の像のモデルとなっている佐々木貞子さんが現代によみがえり、福島の原発事故を体験した少年と出会う増山玲奈さん映画監督、貞子の鶴の上映会で会は締めくくられました。アーティストグレイ、国の文化や言語は違っても音楽で一つになれる、こういったイベント素晴らしいですよね。インドの伝統楽器や文化も触れることができて、より世界の文化を学ぶことができると思います。今後もさまざまな国と交流イベント、ぜひ開催してほしいです。それでは続いての話題です。柳田国